今回に住宅打ち切りのことが出てきましたけど、これ自体をまあストップかけられるのかなっていう時に、俺自身ができる方法っていうのはもう本当に何もないので、まあこれぐらいしかないなっていうことでのハンストっていうふうにはなったんですけど、住宅打ち切りの方を撤回、それから全避難者を対象にした、まあ各地での公聴会、アリバイ作りじゃない公聴会を実現することができたならば、少なくとも内堀知事を前に立ってもらった状態でその避難者とのやり取りをして、きちっと声が届くように、それに対して内堀知事がきちんと回答するように、そういうような場が作れたらっていうふうに思ってのハンストになります。はい、まだ結論は出てませんけどね、その打ち切りだっていうような結果が出た時に、まあ本当にまあ本音で言えば、その暴動が起きても何らおかしくないことなんだっていうふうに私自身は思ってますからね、うん、今の状況っていうのは区域外避難者の人たちの生活そのものがかかってるわけで、まあ、避難者支援課の担当の方もその生活困窮者が出るっていうことは認識してるっていうふうに答えてますから、分かった上でそれを進めるってことは、その犠牲になる人たち、もし万が一があった時にあなたはその責任取れるんですかっていうことを、まあ、今日話はしてきましたけど、まあ押し黙るだけですよね、うん、その人権とか命が踏みにじられた時にはやっぱり国民は立ち上がりますよね、うん、それはそれができなければ結局は黙ってそれに従っていく、間違った方向にただ追随していくっていうだけになってしまう。抗ったところで変わるか変わらないか、まあ変わらない可能性の方が、まあ一個人的なね、小市民が動いたって変わらないかもしれないけれども、でも変えようって信じて動く人が増えない限りは絶対変わらないわけで、うん、それはやるだけバカだよって言われたとしても納得はいかないですよね。もともとは私家族が5人と父母が2世帯同居をしてたんですが、父母は川崎の方に避難をしてまして、私の家族は私と妻とそれから子供を、今はもう社会人2年目になりましたけど、長女、それから高3の長男と、高1になった次女がおります。良くも悪くも、まあ、日本の姿っていうのをあらわにしたのが、まあ、あの大震災であり原発事故だったなって思いますね。今まで、その震災以降、多くの、まあ、避難者の方、支援者の方が一生懸命こう必死になって、活動してきて、でその中で子ども被災者支援法が成立して、みんなが希望を持ってこの法が生かされればね、その避難者の状況っていうのは著しく、まあ、改善される、将来的にもまあ安定して安心してその設計ができるっていうふうに思ったと思うんですけど、残念ながらその見えた光っていうのが、まあ、ほぼ消されてしまったような状況で、ずっともう棚上げ、官僚も、まあ、議員さんたちもなるべくタッチしないっていうような状況がずっと続いてて、役所の職員の方たちっていうのは、まあ、お聞きしました、伺いました、上にお届けしますとは言うんですけど、結局一向に何ら反映されないで、こうむしろ逆の方向のことを進められてきてしまってて、まあ、7割8割の方たちっていうのは納得できてない状況だっていうふうに、まあ、私自身は思っていい
います。なのでその現在進められているその帰還政策っていうもの自体を被害者、まあ、県民自体が望んでないんだよっていうことをやっぱりきっちり明らかにして、現在の予算配分も含めたその施策のバランスっていうものをね、県民のその望んでるバランスに合わせる形で進めていっていただけるように、まあ、そのためにはどうしても内堀知事を前に出てきてもらう必要があるだろうな、声を出さないと間違った政策を、まあ、認めた容認したっていうことでどんどん進められてしまうし、変えなきゃって思えばやるしかないなって思いますね。